上降扉の上に表示されているは二段式 B 寝台を意味する。B 寝台は JR 車両の寝台車の区分の一つである。なお、JR 以外では長距離フェリーの一部にも B 寝台という名称の設備があるが、本項目ではもっぱら JR の B 寝台について述べる。三等級制当時の 三等寝台車及び二等級生当時の二等寝台車の後ろ身に相当する。座席車における普通車に相当し、車体の記載記号は、等級記号である色ハのハと寝台車を表す根を組み合わせた羽根である。2015年現在、開放型寝台と個室寝台の両方が存在する。開放型寝台は、 登場時より三段式を標準とした。これは、1967年に登場した電車による、寝台車両581.583、軽電車でも踏襲されたが、1974年に、登場した24系25系客車から、中段寝台を廃した二段式寝台が登場。国鉄分割民営化を目前に控えた1986年。 以降、二段式信頼を標準と位置づける案内を行っている。例えば、時刻表上の表現では、24系25系客車、登場以降、星のブルートレインで用いられた、星の数による案内から、以下のように変更した。交際出版社交通新聞社間 JR、時刻表では三段式信頼を使用している場合、括弧書きで、 三段式寝台という正し書きを入れて記載されていた。また、JTB 時刻表では、標準の記号は二段式とし、三段式寝台の場合、581.583系電車では電算、電三客車の場合、客三という記号を、B 寝台の記号の下に挟む形とした。個室寝台は1980年代中期以降、登場してきたもので、 一人用、二人用がある。かつて存在した四人用個室寝台は、1997年に一室、定員4人の形式で販売を行っていたものが、定期運行を終了し、2015年3月14日のダイヤ改正以降4人利用による個室車両の設定がなくなった。寝台車そのものの公案は1865年にまで遡る。 大衆乗客向けの簡易な構造をとった寝台車は1910年代に北欧に出現したのが最初である。日本の寝台車は山陽鉄道が1900年に1等寝台車1903年に2等寝台車を導入したのが最初である。大衆向けの3等寝台車は遅れて登場する。 1920年代から1930年代中期にかけて不強化にあった鉄道省は一般乗客誘致のために様々な施策を行った。その一環として1930年に最初の三等寝台車であるスハネ三万型が開発され、翌年までに三万から三万9の計重量が製作された。 外見的な最大の特徴は深い丸屋根である。これは従来のダブルルーフでは車両限界をフルに活かせず上段寝台が窮屈になることから国鉄で初めて本格的に採用された。この車両に見られる限界まで車体高さを確保しようとする設計思想は現代の寝台車でも踏襲されている。レイアウトはすでにヨーロッパに登場していた。 簡易寝台車の流れを組むもので、片側通路式、三段式寝台を、枕木方向に配置して6人収容のボックスを9組、配置し、定員54人を確保していた。寝台の規格は、長さ 1900mm、幅 520mm で、1人当たりのスペースは、最小限だった。また、当時は、各寝台に、カーテンも設けられていなかった。 この辺りは現在でもヨーロッパの鉄道に運行されているクシェットに似ている。この車両は1931年から東海道、山陽本線の特急、急行列車に連結された。寝台料金は上段80銭、中段、下段1円50銭と記録されている。当時の貨幣価値を考えれば、決して格安ではなきものの、二等座席車よりも安く、 三等乗客でも横になって旅行できるということで好評を得た。スハネ3万系の実績を考慮し、改良型の三等寝台者であるスハネ3万100型が開発された。車体高をわずかに増加させて、寝台上下の余裕を増やし、寝台長さを削って通路幅を拡大させている。また、利用者にとっての最大のサービス改善としては、 信台カーテンの装備が挙げられる。カーテン長は頭部を隠す程度だった。スハネ3100型は、1931年から1937年までに3100から3209の合計110両が製造されて、全国の特急、急行列車に連結された。各列車に12両程度が連結され、利用率は高かったという。 1941年の客車称号改正により、スハネ3万型は、スハネ30型に、スハネ3100型は、スハネ31型になった。1937年以降の戦時体制下では三等信頼者、そのものが、輸送力増強と相反する過剰サービスと見られるようになり、 称号改正前の1940年から三島座席車への改造が行われた結果、オハ34型に吸収された。1941年7月には三島寝台車の営業そのものが廃止された。太平洋戦争後の混乱期において、日本の鉄道は増加する輸送需要への対応と、新中軍の輸送業務とに追われ、 戦前並みのゆとりを持った旅客サービスの復活は遅れた。それでも社会が安定してきた1950年代中期になると多数派である三等乗客へのサービス向上が検討されるに至り、その結果三等寝台車も復活することになる。1955年に開発された軽量客車の波重計の構造をもとに軽量の三等寝台車 ナハネ重型が開発され、1956年初めから、東海道本線の急行列車に連結されて、大きな成功を収める。レイアウトは、戦前のスハネの流れを組み、寝台幅も 520mm で、車体幅が拡大されたため寝台長さが延長された。以後、ナハネ重系他の重系寝台車は1965年まで、大量に製作。 全国の急行列車に用いられた。しかし、前年の1954年に一等寝台車、稲は二等寝台車、ロネに格下げとなっていたため、戦前に存在した稲ロネハネの三等級が連結された列車はついに復活しなかった。寝台需要の増加に重軽寝台車の政策が追いつかず、戦前のもと、 三等寝台車のオハ三34型が1959年の1962年にかけて、計102両も三等寝台車に復元改造された。復元に際して、内装は重慶に準じたものを新製装備した。重慶寝台車の延長上に、1958年には、空気バネ台車を装備し、冷暖房を完備した優秀な車両である。 特急列車用の20軽客車が開発された。三等寝台車の設備レイアウト自体は重景、同様の 520mm 幅三段式である。なお1960年の二等級生以降に伴い、従来の三等寝台車は、新たに二等寝台車に改名、移行している。二等寝台車になっても、車両不足は、向上的で、1961年には、 在来型客車の部品を流用した改造軽量寝台車のおはね17型が開発され、1965年までに実に302両が製作された。20軽客車までの二等寝台車は、いずれも輸送力を重視した車両である。寝台の幅が 520mm と狭く、また三段寝台ゆえに寝台面から天井までの高さは、 平均60センチメートル程度で、一度横たわれば身動きも、ままならない窮屈さゆえに、養蚕農家になぞらえて、買い子だなと揶揄されたこともある。1964年2月1日には、それまで枕と毛布だけだった二等寝台車に、まず下段のみシーツが登場した。1967年に開発された初の寝台電車である581系電車は、 前者二等寝代車ながら、寝代幅を上、上中段は 700mm、昼間地座席となる下段は 1060mm に、拡大した。これによって、寝返りを打てるゆとりはできたものの、寝代内で起き上がることはできなかった。1969年のモノクラス制以降により、二等寝代車は、B 寝代車と改名された。 1971年開発の14軽脚車でも B 寝台車寝台の 700mm 幅は踏襲され相変わらず3段寝台だった。1974年登場の 24K25 軽脚車では2段寝台が導入され居住空間が改善された。寝台面から天井までの高さが 90cm 以上となったことで 寝台内で背を起こし、衣服を変える程度のゆとりは確保された。客車の開放式 B 寝台車は寝台を枕木方向に並べられているため、原則として、寝台部分の通路は、車両の片側に寄せられているのに対し、583、軽電車の開放式三段寝台は、レール方向に寝台を並べているため、通常の車両と、 同じく車両の中央に通路が設けられている点に、相違がある。B 寝台は長い間、あくまで輸送力確保の手段と考えられており、開放式寝台車のみが製作されてきた。個室式 B 寝台車の最初は、1984年に、桜、水穂に改造で連結された4人用寝台、カルテットである。国鉄民営化前後より、 在来客車の改造によって一人用 B 寝台個室、ソロ、二人用 B 寝台個室、デュエットなどが登場し、北斗星をはじめとする主要な寝台特急列車に連結されるようになった。また、1998年に新造した285、軽電車も個室 B 寝台を中心とした構成である。これらの個室寝台は、社会全体におけるプライバシーや、 防犯意識の高まりとともに普及した。ただ、A 寝台とは異なり、個室の内部に洗面台の設備はない。一人用個室、ソロの場合、寝台料金は6600円とビジネスホテル並み、設備はカプセルホテル並みで、料金が同等にもかかわらず、トミトリー形式相当の開放式寝台との設備の差は歴然としている。また、 285系電車、サンライズエクスプレスを使用した、サンライズセ戸サンライズ出雲に連結されている一人用個室、シングルは同じ一人用個室、ソロより1100円高い7700円の寝台料金で一般的なカプセルホテルをはるかにしのぐ頭上スペースを備えた個室寝台が利用できる。個室の施錠方式は鍵、乗前によるものと、 暗証番号を入力する方式の他カードキーを使うものがある。ありがとうございます。